その人何位だった？1位じゃないよ、1位じゃないよ、何位かで入ってたんだよ、これいいな。研究としていく。
Thank you.
あ、ワインが入ってる。ワインが入ってる。あ、そんな感じ？うん、ワイン入ってるよ。おいしい、この肉は。これ安い。なんか見たら600円って書いてあった。こういうのいっぱい作ってよ、俺安いの。チキンうまい。安いならビーフよりチキンの方がいい。うん、安いならね。なんか自撮りにならないかなと思うんですけど。そうですね。みんな500円ぐらい平気で使ってるから。毎日毎日そういうものばっか食べたら、破産するの。で、みんな考えていろんな安くて美味しいものって考えて。でもほうれん草にそういうしめじとか混ぜてやると美味しいやつ。美味しい。フランスっぽくなる。フレンチみたいだね。安いのに。ほうれん草もね、高い時とね、安い時があるからね。うん、あの、やっぱり安い時をいっぱい食べてきた。そうですね。今日は朝ほうれん草いっぱい食べたから。食べたことないよ。ソースとかそういうのはあるかもしれんけど。いや、7年前にオリンピックが決まった時にね、うん、マラソンやりだしたらね、オリンピック出れたかもしれない。いや、あの女子の人でね、高校の時にね、オリンピックが決まって、それから目指したんですよ。今日1位に、女子で1位になった日本人の人。高校生だったんだって。15歳やったらあんた19歳になるわけだから、13歳でもあんた17歳になるわけだから、うん、7年で出れるかもしれない。できるよ。でもマラソンだったら出てたかもしれない。いやけど東京オリンピックがあるけもみんな。オリンピックのおの字もなかったけど。オリンピックなんか出れると思うまん。最近食べ過ぎですから。今日はスキーの申し込みができなかった。フレンチレストランだったらそのお肉はその半分かまだ少ない量しかね。うん。いいよ家の。家でたっぷり食べるのがいいね。だけ家で奥さんが料理が上手だったら儲けます。
ごちそうさま。